はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、どこに来てるかというと、三重県の津市の、総合文化センターですね。所用というか、まあ要は、試験があったんでね、こっちまで来たんですけど、やっと試験も終わりましたんでね、帰りにねバスで行こうかなと思ったら、ちょうどねバスがね行った後だったみたいなんですし、この後ね、絶対、混んでくるのが分かってるんで、さあどうしたものかなということで、まあ、せっかくなんでね、こっからだと江戸橋がねまあまあ近いんで、ちょっとねこっちの方散歩してね、サブでね動画1本作っとこうかなというような魂胆でございます。いや、久しぶりに来ましたね、こっちの方。この総合文化センターもあれか、学生時代以来じゃないかな。あの文芸部のね大会とかはやったりするのによく来てたんで、学生時代はアホほど来てたんですけどね。それこそもうだいぶ昔ですよ、20年ぐらい前、20年以上前か、そんなに経つのか。ですけどね、ちょうど文芸部のね、大会があって、文芸道場っていうね、大会、やったりするんですけど、それの、うちが高2の時が三重県が主催だったんですよ。で、東海近畿のブロック大会っていうので、ブロック大会やるのに、三重県が主催だったんで、三重県のね文芸連の、メンバーで集まって、生徒実行委員とかね、作って、生徒もね、やるんで、学生もね入ってやるっていう形だったんで、でまあいろいろとあって私が実行委員長やってたんですよね、その時、だったんで、まあ一応県代表のね、三重県代表で、その生徒実行委員長という形でやっとったんで、案外ね、まあ名ばかりでね、そんなやることないのかなと思ったら、案外実務ね、意外と会議とかね、来てやらないといけなかったんで、こことね、今から江戸橋行くんで逆側になっちゃうんですけど、津東高校とうちのね、四日市南が、結構、当時だと活動やってたかな、あと松坂高校と、鳥羽校とかが、のメンツがよく集まってましたけど、うん。ですので、津東に行ってね、で、その時ですよ、初めて来た時、ですから、に、津東高校ね、どうやって行っていいのかわからなかったもんで、一番最初ね。津東高校のやつに聞いた、あんなもん歩いて来れるよ。全然近い、近いっていうもんで、津駅からね、津から、歩いても全然来れる距離やからって言われたんでね。あ、そうなんやってね、思ってね。何の気なしにね、言われた通りに歩いてみたらね、津駅からこっち、津東の方向って、めちゃくちゃ坂がすごいんですよね。なんでね、騙されたと。ね、散々、文句を言った記憶ありますけど。いや、あんたの高校も坂の上にあるやんって。いや、違う。坂の性質が違うと。ね、南高もね、崖の、坂とか、あそこは崖の上に立ってますからね。なんですけど。ここはね、駅から、それこそ、まあ、直線距離で言ったら、まあ、確かに、歩いて来れん距離ではないんですけど、歩いて20分ぐらいかなっていうぐらいなんで。怖いね。いや、まあまああるよというのはね、ありましたけどね。なんで、歩いたのは1回だけっすね。2回歩いたか。まあ何回も来てるんでね。で、基本的にはですから、どう言っとったっけな、四つ駅来て、から、通から、通東の先生とか、に迎えに来てもらったり、総合文化センターに来るときはもう、四日市のメンバーで、あれですね、四日市から顧問の先生出してもらって、車出してもらって行ったりとか、そういったようなことが多かったかなと、記憶してます。この辺りも結構綺麗になってますよね。別にこの辺り全然来てなかったわけじゃないですよ。そっちの城山のイオンとかはほぼ毎日通ってた時期があるんで、高千谷に仕事で行っとった時ですね。高千谷仕事に行っとった時は、高千谷と松坂もちょうど新店で立ち上げがあってね、行っとって、
とかねやってたんで結構来てたんですよね。城山の、で、城山のマックスバリューがでかくてね、中にサブウェイとかも入ってるね、あそこです。通の人ならピンとくるか、まあ、城山のとこって言ったらわかりますよね。通の人やったらね。で、あそことかが、によく、おっと、入り浸ってましたね。江戸橋で総合文化センターそんな感じでよく使ってたんで、いや久しぶりに来ましたね。今日使ったホールだったっけなぁ。うん、であれですよ、学生時代にね、それこそ大会の時にねちょっとやらかして、ここで作家の灰谷健次郎さんと大喧嘩をしたというね、こととかもありましたけどね。懐かしいな。いや若かったですね。我ながらねさすがに若かったと思いますよ。ね、大会のね当日にね、いきなし喧嘩を吹っかけてね、口喧嘩をね吹っかけたはいいものね、相手灰谷健次郎さんですからね、まあそれはフルボッコにされますわね。容赦なくフルボッコにされた記憶がありますね。懐かしいな。で終わってからそこのレストランとかだったっけな、いやちょっと出たのか。で、その時その大会やる時に、その大会のゲストっていう形で来賓っていうかね、講演をしてもらうっていう形で灰谷さんに呼んどって、それが最初か、灰谷さんと最初あったのはね。その後何回か会ってるんですけど、お会いさせてもらっとってね。うん、でそう最初やったからね、いや舐められたらあかんなと。新世代、まあ当時ですからね、もう旧世代も旧世代いいところね、動画クリエイター歴13年って言ってるんですからね、相当ですからね、こじらしてますけど。あ、これ近鉄じゃなくて下が紀勢本線か、こっちが紀勢本線で、よいしょ、ここは面白いポイントですよね。下が紀勢本線で、下からクロスシングルつながっとって、上のところが、伊勢鉄道が、で一応連絡線になっとるよっていうようなね、電車で走るとなんなんやこれっていう感じになっとるね。ちょっと複雑なポイントなんですけどね、見どころではありますよ。よいしょ。で、これ三軒屋振り向きりっていうんだ。で、上は結局使ってないのって、伊勢鉄道線もこっからクロッシングして入ってくるんだったっけな。うん、なんか特殊な感じなんですよね。うん、で、紀勢線で一進点だったっけ、紀勢線が一進点で、あ、そう、伊勢鉄道の東進点っていう、駅もあって、どうだろうな。そっち行ってもまあまあ近いんだろうけど、多分ね、いや、江戸橋の方が近いよな。多分江戸橋の方が近いと思うんで、このまま江戸橋に行きます。歩きやからせっかくなりガードレールの近く走りましょう。いやここは車でも来たことねえわ。こんな感じになってるんですね。ここはもう完全に歩き専用ですね。歩きだからここからショートカットして来れたのか。で、あれちょっとね、まあ住宅地ですからね、この辺りは。そんなにかな。そう、いやー懐かしいな。こっちの方とか通話ですか。学生時代はよう来ましたね。で、これから行く江戸橋駅もね、
学生時代は江戸橋降りることは少なかった。センター試験でね、三重大学でセンター試験があったんで行った思い出があります。ね、どっかでも言った、何回か言ってると思いますけど、センター試験の時がね、奇跡的にバチクソ、いい点数が取れましてね、自分の中ではね、歴代高校時代に受け取ったテストで一番点数高かったのがセンター試験っていうね、一番ピークをね、あそこへ持ってこれたっていうのはね、大きかったんですよね、うん、そうそうそう、本当生物一番すごかったのは生物ですもん。19点か直前もしくは19点でそれが79点まで跳ねたんで、とかっていうね、あの時もね、まあどっちかというともう周りも期待してなかったですしね、直前もしも10点台とかばっかし取ってっていう状態で全然ね分からんってなっとったんで、直前にね、一応簡単にね、山だけバチッと張って、もう、ここ出たらラッキーと思っとこうと思ったところがね、バチクソ当たってね、っていうのはあったんで、しましたけどね。あとは、もう直感に任せてね、それしかねえと、うん。で、なんならあれですからね、センター試験の当日、雪が降ったんですよね、確か。降って、家の前が階段なんですけど、実家なんでね、実家の家の前の階段で、家出て、一歩目で、つるんと滑って転んで、そのまま階段を転げ落ちるっていうね、見事なまでに、試験当日にやったらあかんね、滑る落ちるっていうね、のをやってね、ああもうね勉強も全然ダメでね、家出て1本目で滑って転んで落ちて、もう大学受験ダメだってね、思ってたんですけど、意外や意外センター試験でなぜか、バチクソ当たってなんと現役合格でね、うん、ね今一応中京大学ね行けたよっていうようなこととかありましたよって、前なんかどこかで言ってる話とは言うと、もうあれ桜咲くのね、桜神社、咲く神社、合格祈願の旅の時とか、江戸橋行った時もあったっけ、なんで行ったんだったっけ、あれか、近鉄のターミナル駅の企画の時に、なぜか江戸橋寄ってましたよね、なんだったっけ、あ、そうか、終電間近で変則的に江戸橋乗り換えしたんだ、したっけね。とかっていうね。そう、その時に。あ、普通列車の方も早いかなと思って普通列車に乗っとったら、結局そうでもなかったっていう。で、結局、江戸橋へ乗り換えたんだったけど、そのまま普通列車行ったんだったっけ、あの時。とかね、ありましたけどね。あれまだコロナの前でしたもんね。やっぱでもコロナになってから、YouTube とか始めてる人ほんと爆発的に増えましたよね。うん。一応ギリギリその前から YouTube もね始めて。まあ動画投稿自体はね、もう無事、今回ほんと試験の真っ最中だったんで、なんもね、生放送でね、ほんとはね、なんかやったりとかできたらなと思ってたんですけど、なんもできなかったんですけど、無事8月25日か。でね、うちの、スターセールのね、動画活動プログラムが、14年目突入ということでね、13周年、14年目に突入しましたよということでですね、ありがたい話でございます。まあ、アンデッドもいいとこですよ。ここまで来たらね。うん、なかなか、やっぱニコ動とにいると、やっぱ昔からやってる人ってのはいるのはいるんですけど、こうやってね、顔出しでこうやってやってるところが、ニコ動自体がほぼほぼないですもんね。探してるんですけど、本当に全然行き着かないなって、声なしでね、風景映像で、字幕テロップ入れてとか、あと、まあ、ゆっくりが多いですよね。
ゆっくりと、最近はやっぱあの、葵ちゃん使ってる人多いのかな、ボイスロイドのね。うん。あれもちょっとね、導入しようかなと思ったんですけどね、やっぱね、大変そう、あれ入れんの。うん。言うて調整も相当難しそうですし、もともとそんなボイスロイド、一応音声合成ソフトをね、使ってた時期も、ちらっとあるんですけど、もう動画は多分残ってないとか、動画では作ってないのかな。うん。音声合成自体は使って、ソフト自体はね、使ったことはあるんですけどね。まあまあ難しいのとね。結局音声合成ソフトをやるってことは、字幕のテロップをフルテロップで作るのと同じ作業にプラスアルファするっていう形なんですよ。ああ急行もう行っちゃうな。無理かな。駅どきっちだっけ。待ってよ。待ってるから。特急の通過待ちかな。いけるかな。もういいよ、サブちゃんだから。こんな感じで終わらせる。ご視聴ありがとうございました。って言っといて。間に合わなかったら、どっかで撮ってると思います。渡っといた方が良かったのかこれ。江戸橋の駅って、どっちだっけ反対側だ。そうだ。三重大学、裏側だもんな。しまった。ミスった。そうだ、駅舎向こうだ。はい、残念でしたって。バラエナも過ぎてきますよ。で、今の特急離合したら、もう、多分、出てかはずですからね。お、マティのバイク屋さん。赤車止まってんじゃん。三郷？はぁ、あっちって、周波やってんだ。通局をこっちに持ってきてるんですね。よっしゃ。あれ？間に合いそう？そんなことはないか。次何分が来る？5分発の名古屋行きか。いや、普通で帰ろ。ちなみに歩いたけど通駅としなんすよね。運賃別に。必要なとこだけ、あれするんですね。まっすぐ。そうですね、失敗しましたね。あっちのところから渡って直接来とったらワンチャン間に合ったかもしれませんね。はい、いや、5分の名古屋行きに乗って白子まで、こいつが先行くっしょ。白子の駅前、あ、でも酸素もなくなったしな。パッと飯食うところが意外と白くねえんだよな。車だったらね、いろいろとあるんですけどね。疲れた。さあ、今何分？ 3 分。あ、何？もうあと2分で来るんだ。あ、いいじゃん。すぐ来た。ここで乗ってぼちぼちと帰ってきますわ。
なんか途中であったら追加で回しましょう。なんか中途半端な話になっちゃいましたけどね、またね、気になるところとかあったらね、コメントとかで入れてもらって、最近コメフェンもね、始めましたんで、特にニコ動の方ね、そっちの方とかで、またコメ変換もやっていきたいなと思ってますんでね、需要あるようやったら YouTube のコメ変換っていうのを作ってもいいですけどね、そんな感じでやっていきたいと思います。じゃあこれに乗って帰りましょう。ご視聴ありがとうございました。2両編成だ。手前こい、よいしょ。